トヨタ鴨広域市町村県移動図書館は、愛知県三河地方北部のトヨタ鴨広域市町村県が運営していた移動図書館である。広域市町村県の中心的な自治体である、豊田市の移動図書館サービスを拡張する形で1973年に開始され、広域市町村県のうち、三好市を除く4町に村が、豊田市と編入合併した後の2005年に、 廃止された。1993年時点で広域市町村県を対象とする移動図書館サービスを実施していたのは日本全体で豊田加茂広域市町村県と静岡県の島田、灰原地区広域市町村県の2県域しかなかった。豊田加茂広域市町村県とは旧豊田市、三吉町、藤岡町、飛助町、浅市町、小原村。 下山村の一市四町に村からなっていた広域市町村県である愛知県三河地方のうち西鴨郡のほぼ全域と東鴨郡のほぼ全域からなっていた末期には北下田郡から東鴨郡に転籍した稲部町も加わり最終的には一市五町に村からなっていた下山村はかねてからバス路線や証券の面で 岡崎市との結びつきが強かったが、高度成長期には、豊田市への通勤者が増加しており、また、東鴨群の一員でもあったため豊田、鴨広域市町村県に加わっている。1954年6月には、貸出巡回文庫が開始された。陣中町に新館が開館した1970年3月には、移動図書館車ひまわり号の運行を開始し、 1971年度には87箇所のステーションを巡回して5万9005冊を貸し出した。現豊田市域の旧自治体豊田、鴨茂広域市町村県とは、旧豊田市、三好町、藤岡町、阿助町、浅市町,町、小原村、下山村の一市四町に村からなっていた広域市町村県である。愛知県三河地方のうち、 西鴨郡のほぼ全域と東鴨郡のほぼ全域からなっていた。これらのの自治体のうち、1973年時点で、豊田市には豊田市立図書館があったが、四町には独立した建物の図書館はなく、公民館などに付随する図書室があるに過ぎなかった。二村には図書室さえ存在しなかった。そこで1973年12月、 トヨタカム広域市町村県事務処理組合の共同処理事務の一つとして移動図書館の運行が開始された。県域住民から強い要望があったほか、県域内の地域格差を是正するという組合の設立趣旨にもかなっていることから、すでに運行していたトヨタ市立図書館の移動図書館サービスを拡張する形で共同処理事務に組み入れたのである。 1971年度の豊田市立図書館の蔵書数は58,926冊だったが、この中から14,400冊をこの移動図書館用の巡回図書とし、双葉号、我が場号の2台の移動図書館車でサービスを開始した。1974年度には緑号が増え、3台の移動図書館車で延べ707日間運行され、豊田市124箇所、 西鴨群29カ所、東鴨群32カ所、計185カ所のステーションを巡回した。1975年度には、図書館から、ひまわり号を無償で譲渡された。貸し出し冊数は1979年度の40万939冊がピークだった。これは、豊田市内に、文館や文室が整備されて利用者が、移動図書館から移行した結果であり、 また1978年に、三好町に三好町立中央図書館が開館したためでもある。1991年度の貸し出し冊数は約25万冊であり、増書回転率は270%だった。1992年度には、計197箇所のステーションを巡回し、計24万6139冊を貸し出した。ステーションの内訳は、 豊田市が100箇所、三好町が26箇所、藤岡町が15箇所、小原村が9箇所、阿助町が23箇所、下山村が13箇所、朝日町が11箇所だった。1993年には運行開始から20周年を迎えたが、1993年時点で広域市町村県を対象とする移動図書館サービスを実施していたのは全国を見渡しても、 トヨタカ広域市町村県移動図書館と、静岡県の島田、ハイワラ地区広域市町村県組合移動図書館の2、県域しかなかった。1993年時点では、豊田市、三好町、藤岡町、小原村、阿助町、下山村、旭町の一市4町に村を巡回しており、その合計人口は約40万人。 合計面積は850平方キロメートルにも及んでいる。2003年には北下良郡稲部町が東加茂郡に編入され、豊田加茂広域市町村県に加わった。2005年4月1日、藤岡町、安助町、稲部町、旭町、小原村、下山村の4町に村が豊田市に編入合併した。編入合併を機に豊田市中央図書館と 旧自治体にあった各図書室がオンラインで結ばれると、豊田加茂広域市町村県移動図書館の事業は2005年度末で廃止となった。最終年度となった2005年度は73箇所のステーションを巡回し、計6万3420冊を貸し出した。ステーションの内訳は、豊田市が2箇所、三好町が14箇所、藤岡町が12箇所、小原村が9箇所、 安ス町が16カ所、下山村が10カ所、旭町が7カ所、稲部町が3カ所だった。豊田加茂広域市町村県移動図書館の事業は2005年度末で廃止となった。なお、三好町は2010年に単独で市政施行して三好市となっている。豊田加茂広域市町村県では移動図書館の開始と同時に計算事務の共同化も言っており、 移動図書館と計算事務に続いて、信用処理センターの建設、野外教育センターの建設、ゴミ焼却場の建設なども行っている。広域市長村県が行っている事業の事業費の約80%は補助金、記載、交付金などの特定財源で賄われている。移動図書館の中央館は、豊田市立図書館とし、運営管理経費は均等割20%、 人口割80%の分担金で賄われている。豊田市以外の自治体の公民館と書室を分館扱いにし、常時1000から2000冊を配本し、さらに移動図書館者がステーションを巡回して貸し出しを行った。分館とステーションにおける業務は各自治体の職員が担当し、それ以外の業務はすべて豊田市立図書館の職員が担当している。 1993年時点では4台の移動図書館車が196のステーションを巡回しており、各ステーションには1ヶ月に1度の頻度で移動図書館がやってくる。1993年時点では、各張村に1館ずつ文館が設置されており、その蔵書冊数は合計9万冊であり、うち8500冊を4台の移動図書館に積載している。 貸し出し冊数は1世帯につき25冊まで、貸し出し期間は1ヶ月である。登録率は最も高い藤岡町で12.5%だった。1993年時点の車種は2台がトヨタコースター UHZB 型、1台がトヨタコースター KBB 型、1台がトヨタダイナ KBU 型だった。移動図書館の資料は一タイトル四冊ずつ購入され、四台の 移動図書館社と七館の文館に振り分けられる。購入された資料は7年後に各文館に譲渡される。運行管理業務は業者に委託されるほか、年間1000冊以上の貸し出しがあるステーションには、奉仕委員が移植される。移動図書館社の運行に加えて、本に親しむみんなの集い、豊田賀茂大会、夏休み緑院図書館文楽散歩企画なども実施している。 ありがとうございます。